ベトロー・ヌイック・イー・フォロビチ・ボルボチャーンは、ウクライナ出身の軍人で、ウクライナ人民共和国軍の大佐、ウクライナコサックのオタマンである。ボルシェビキとの間に行われた、ウクライナソビエト戦争では、共和国軍部隊を率いて、赤軍と戦った。特に、クリミア作戦での活躍が知られる。ボルボチャーンは、ウクライナが、ロシア帝国領であった1883年に、 ベッサラビア県のヒジュカ村の聖職者の一家に生まれた。後にキシニ宇の神学校に入学し1905年に同校を卒業すると、チュフーイウの貴族学院に入学し、同学院で学問に励む。そこで、自国であるウクライナの歴史について関心を持った。その後、1909年にチュフーイエスクエフ評学校を卒業している。 1914年に第一次世界大戦が勃発すると彼はロシア帝国軍の一員としてトボリスク第38不評連隊に入隊し戦場に赴いた。1917年にロシア革命が起こるとウクライナ地域ではウクライナ人民共和国が成立した。同共和国が1918年1月22日に独立を宣言するとボルボチャーンは ウクライナ共は国連隊を組織して首都キエフの防衛にあたり、ミハイルムラビーオフ率いる赤軍部隊との戦いで際立った働きを残した。2月にコスチャンティーンプリソーシクイ将軍の独立、ザポリージャ隊が設立されると、ボルゴチャーンは第一ザポリージャ連隊の指揮官となった。独立ザポリージャ隊がザポリージャ師団に改編された後は、 第二ザポリージャ不評連隊を指揮し、サガンウクライナにおけるボリシェビキとの戦闘に参加した。4月には、クリミア軍軍の指揮官となり、北ターブリアと、クリミア半島での赤軍との戦闘で輝かしい、働きを見せた。クリミアのウクライナ軍を指揮していたドイツ軍が第一次、世界大戦での敗戦により撤退すると、白軍の勢いに押されて、軍も、メリトーポリと、 オレクサンドリーウシクに撤退した。秋には軍はザポリージャ師団と合同して北東ウクライナに移動、ウクライナロシアの国境線の防備についた。それによりボルボチャーンは第二ザポリージャ連隊の指揮官となった。これらの件に対しヘイチマンスコロパードシクイーはそれまでの戦闘での功績からボルボチャーンへ陸軍大佐の地位を与えている。しかし、その直後に プリソウシクイがロシアと連邦国家を形成することを示唆すると、ボルボチャーンはこれに対して反旗を翻し、反ヘイチマン軍を組織した。その過程で、ボルボチャーンはディレクトリアの指令により、ウクライナ人民共和国軍のザポリージャ連隊のザポリージャ師団と、全ガンウクライナの部隊の総軍司令官となった。この年の末から翌1919 19年初めに、 かけては、ボルボチャーンにとって、軍事政策上都合の悪い状況が続いた。ウクライナ軍は、結局、左岸ウクライナから撤退せざるを得なくなった。そして、ボルボチャーンは、何者かによる、国会の反逆という事実無根の告発により19、1919年1月に、逮捕され、ウクライナ人民共和国領から春一ナへ、追放となった。同年6月6日、 ボルボチャーンは政府に公正な支援を要請するため、無断で連帯の指揮を取ったが、再び逮捕され、野戦軍法会議での議論の結果死刑を下され、6月28日にポドリスク県バリンにて銃殺となった。ありがとうございます。